はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回はこちらモンスターやっていきたいと思います。ということで、今回1回限りオールスター感謝ガチャ、大晦日限定のね、オールスター感謝ガチャ引いていきたいと思います。まあこれ一昨年ぐらいから引いてまして、ちゃんとね、星5確定で おととしが、去年が星6確定になって、まあ一昨年はゼウス出たっていうの覚えてるんだけど、去年何出たかあんま覚えてないですけど、まあ多分あんまそんな使わないようなキャラが出たんだよね。で、まあとりあえずね、この限定キャラ系とかも全て出るということで、まあ何か限定キャラが当たってくれたらまあ嬉しいかなと思いますね。うん、まあ限定じゃなくてもまあまあ使えるキャラだったらいいんですけど、まあ限定キャラか、まあ重心化したキャラで持ってないやつとかだったらまあ嬉しいかなと思います。かぶっててもまあロキとか、まあそこら辺だったらまあ嬉しいかなと思います。ということで10連引いていきましょう。これ50個いるんでね、ちゃんといきましょう。まあ年始のガチャはね、30連まあ発射とクリアしていく予定なんで、これ確定演出あるよね、ちょっと音聞いておきましょう。確定演出だったら多分限定キャラは決まってるのかな。来い、なんもない、なんもない。さあさあさあ、星6誰が出る、止まると思うんだね多分、持ってなければ。さあ、いきなり、いきなり、さあさあさあ、え、誰こいつ、ちょっとわからん、わかんねえやつばっかね。これ多分星6だな。星6枠もう出た。5来い、他の5でもいい、何か来い、何か来い、頼む頼む頼む。うーわ、嘘だろ、クルアリ人形2体連続ゲートしたい。誰こいつ、クロノス妖精キラーとアンダメ、どうなのこれ。なんかボイスが欲しかった、これ最近のやつかな、ちょっと調べてみますね。はい、という感じでね、まあとりあえずいろいろ調べてみたんですけど、めっちゃ微妙、なんか全然使わないような感じするんだけど、まあとりあえずこれ出たのが神化なんだよね。神化なんだけど、とりあえずどっちの方が評価いいかっていうと、進化の方が評価いいんだよね、クロノスに関しては。だからまあとりあえず進化で、使っていこうかなと思います。まあ覇者等の29、39かなには使えるらしいので、まあまあまあ一応悪くはないかなと思います。まあバッハとか出るよりかはまあマシかなと思います。ということでね、まあちょっと最近モンスト運良すぎたかなっていうところあるので、まあちょっとねここで一旦ね変なやつ出しといて、年始でパンドラ、ルシファー、ガブね、3体どれか当てれたらいいかなと思います。とりあえず30連は今のところ引く予定ですね。まあログインと、まあ覇者等で多分30連と単発ちょろちょろぐらい引けると思うので、そこでなんとかいいキャラ当てたいなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。